どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、はい、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使っていきたいと思います。皆さん、このガズのウクレレたち、ただいま大好評販売と予約受付期間中に突入しました。このウクレレのこと、ここでチェックしてみてくださいね。今ご購入と予約いただけますからね、よろしくお願いします。さあ、今日もレッスン入っていきましょう。今日は昭和アイドルの名曲いっちゃいたいと思います。いやー、ガズレレではやっていてそうでやってなかったこの曲、ドン！ハローグッバイでございます。この曲はもともとね、アグネスちゃんがもともと歌われていたということなんですけど、まあ、ガズさんの世代だとやっぱ柏原芳恵さんバージョンが、なんかこう子供心にちょっと覚えてるから、柏原芳恵さんが81年、アグネスちゃんさんはですね、75年だそうです。はい。いやー、すごいヴィンテージソングですけど、今聴くともう喫茶店という響きがもうたまりませんね。はい、今回も2バージョンで濃厚にやっていこうと思います。まず最初はシンプル簡単バージョン、超ゆっくり初心者さんでもできるように簡単アレンジしてますよ。ゆっくりやっていきます。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、かなり濃厚で深いアレンジがたくさん入ってますんで、めちゃ楽しめると思います。はい、2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がね、もっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽ね、聞くの好きだけど、やるのね、ダメだったんで、苦手なんです。他の楽器チャレンジしたことあるんだけど、全然ダメでした、みたいな、そこの皆さんが、あっという間にできるのがこのガズレレ YouTube チャンネル。どんな方でもすぐできます。はい、やってみたいなと思ったら、ここにリンクありますんで、ここのリンク先に行って上から順番に動画を見ながらウクレレ触っているだけでも、ほんとすぐですかね。ここから始まりますよ。皆さん、いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、もう1800曲とか1900曲とかいうすごいレベルで、もうアップロードされております。全部レッスン動画ですからね。はい。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。こんな感じで、曲名、みんながやってみたい曲名と、スペースガズレレというふうに、YouTube の中で検索していただくとですね、きっと皆さんの好きな曲出てくると思うので、探してみてください。さあ、それではやっていきましょう。昭和アイドルたちにたくさん歌われた名曲、ハローグッバイ。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。せーの、チェック。
ハローグッバイ、柏原芳恵さんですちゃんでおなじみのアイドルソング、シンプル簡単バージョンやってみました。イエーイ。これだったらですね、皆さん、ワンブロックコードほとんど1個なんでね、結構早いかと思うんだけれども、初心者の方でも取り組みやすい曲だと思います。あと、なんつったっていいのは、昭和の名曲ですから、歌いやすい。これ一回聴いたぐらいで覚えちゃうぐらいのメロディーラインですよね。もちろん皆さんね、同世代の方もバッチリ歌えるでしょうから、これどんどん楽しんでいってください。今一応フルコーラスですからね、2番までフルコーラスでやっていきましたということでございます。やったー。はい。そしてね、まずね、1個目のコール設定としては皆さん、ガズさんの今の簡単バージョンと一緒に合わせて演奏できるようになったら1個目のコール達成おめでとうございます。できるようになった方、どんどん次のステップ行っちゃいましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からコードと歌詞を全部丸暗記するの難しいでしょうから、まずはですね、楽譜的なものを見て、だんだん覚えていってしまって、いずれは覚えちゃって、大空に向かって、夕日になりたいっていう歌詞が入ってますからね、夕日を眺めながら歌う。こんなのが素敵だと思いますけどね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。はい、このね、曲はね、ガズのノートもう34冊目に、はい、突入ですよ、34。はい。ここに書いてあるね、手書きのノートを見て、今ガズは演奏していったんですね。もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に映したらいいよってことでシェアしようと思うんですけど、はい。今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたハローグッバイ含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜の中から、皆さんが5曲、お選びいただいて、この曲やってみたい、憧れの曲私やってみたいみたいに選んでいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にこの手書き楽譜がさっとダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ。これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい、ものすごい充実しててね。でそこではね、 Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でね、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。ハローグッバイ、柏原芳恵さん、アグネスちゃんでおなじみのもう昭和のアイドル曲、もうすごいいい曲。はい、楽譜見ていきたいんですけど、今日ね、ちょっと楽譜の書き方がワンブロックがちっちゃくなってます。ここご注目ね。1234って感じなんですけど、これ不思議なもんでね、結構そんな早くは感じないと思いますね。ここにちょっと詰まって書いてある感じがします。ここ見て、ちょっとこれ矢印書いてあったりとか、これ後半のかっこいいバージョンでこう決めが入りますよということで、下に書いてあるやつはだいたいかっこいいバージョンでご案内、ここに書いてあるし、フレーズ 2とか1とか、ここにもなんかこう書いてある。これ後でね、かっこいいバージョンで解説していきますんで、ちょっとお楽しみにしておいてください。ひとまず今のシンプル簡単バージョン、上の段を弾いていったよということになっています。そういうわけで今日ちょっとごちゃごちゃしてるように見えるんですけど、これでフルコーラスやってるわけですからね。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このね、ノート楽譜、ガズさんのノート楽譜をダウンロードしてもらうのめちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、はい、言葉の上にこの点がついてますね。はい。紅茶の美味しい、喫茶店って感じで、この点でですね、リズムが分かるようになってるんですよ。白いお皿に、グッバー、このタイミングね。あと、この言葉の位置もね、ちょっとね、関係してたり、歌詞カードには出てない伸ばすところとかって書いてある。そして、ここをね、まあ一応サビということにしてありますが、はい、ここで Em7 で伸ばすとか書いてありますね。これはね、かっこいいバージョン、簡単バージョンも共通です。ここもツッターとか決めがある。なかなかかっこいいバージョンでいろんなもの入ってきますからね。はい。で、ここ感想を、まあ、イントロの後半だけを、ショートカットに入れて、ここから2番です。コード進行は1番と全く同じで、弾き方もですね、歌詞が変わってくるという感じになりますね。はい。
一時停止で書いていてください。ここねエンディングです。 Am7G7 やってシンコペーションで Am、 これ矢印インコペーションっていうやつ、後で解説しますけど、リズムが食い込んでくるよということです。はい、今日出てくるコードは7個言っていきます。Am4FDm7G7E7Em7、 今映ってるこの7個のコードはガズレレではね、安心の入門コードです。これは安心してください。難しくないコードの代表、これガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなのでどれも簡単。だけどいっぺんに10個ね、初心者の方がパッと覚えようとすると、もう大体ごちゃごちゃになりますから。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておくんで、ガズレレ必須コード10個はこの動画で覚えちゃってください。今日そのうちの7個です。覚えるきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。はい、まずね、そういうわけで今のね、コード簡単なんで、まず、ゆっくりですね、この噛み締めるように曲を覚えて、どんどん演奏していってください。4つ弾きでいいんで。はい、シンプル簡単バージョン軸にね。で、これ、ね、かっこいいバージョンになるといきなりドンとこう結構いろんなハードルが上がってきますね。ここ、面白いんですけど、ちょっとね、これ深いことになってますから、ちょっとこれからじゃあかっこいいバージョンの解説にモリモリ入っていきましょう。かっこいいバージョンも出てくるコードは一緒なんですけど、主に弾き方とか決めが入ってきますね。弾き方、今日はこれです。ドン。8ビートのチャ。一応ね、この弾き方オンリーなんです。ちょっとやってみると、じゃあ Am で弾いてみると、このドンタタンタタ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 タ、はい、かっこいいでしょ。これはもうね、この曲にバッチリなリズムでございます。普通の8ビートにこのチャッというね、このドラムっぽいね、このパーカッション的なニュアンスが入るだけですげえドライブ感が出てくるんでね、ぜひこれやってみてください。このリズムの弾き方の解説ここに貼っておきます。このリンク先でね、8ビートのチャー動画でめちゃくちゃわかりやすく解説してるんで、ぜひ覚えてやってみてください。そして今日はね、あとこのシンコペーションマークも出てきます。シンコペーションといったらリズムがズコーンと前に食い込んでくるよってことなんですけど、ちょっといろんな決めも含めて前奏からザーッと解説していきます。まずイントロやってみましょう。せーの、ここはいいね。後半です。次が決め。はい、今のかっこいいでしょ。最後のところ。Am7G7。Am。この Am が、この矢印がついて、Am がちょっと食い込んでるんです。最後 E7 で、ツッタンダ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 ンです。もう一回ゆっくりいきますよ。後半からいきます。せーの。ここの Am 一回食い込んどいてから、チャを入れて E7 でダダダダダダダ。ここかなりかっこいいところで、これ感想でも同じの出てくるんで、ちょっとやってみてください。そしてですね、A メロの中でですね、フレーズっていうのが出てきます。フレーズ1と2があるんですけど、フレーズ1と2は同じ指の動きです。ちょっと見ておいてくださいね。紅茶の美味しい、次出てきますよ。喫茶店。これをやりたい。これ今何やったかというと Dm のところで見ていてください。 Dm 押さえたまんま1弦のデンツで3デンツ3322000002弦の33です。 Dm 押さえたまんまでこんな感じ。 Dm 押さえたまんまでこのメロディーを弾いていきました。もう一回やりますよ。 1,2,3,4わかる？ Dm 押さえたままで、最初はただの Dm。 だんだん、1弦の3、3、2、2、2、0、0、0、2弦の3。はい。はい。これ、かっこいいでしょ？もう一回。紅茶の美味しい喫茶店。これをやってほしい。これね、結構難しいです。Dm の時に3フレット、と一弦の3フレットはいいけど、ここの時すごい狭いですからね、ここキュッと角度つけないと。 Dm 押さえたまんま1弦の2フレットで開放弦で次2弦の3フレットね。はい、これはですね、ちょっとフレーズ1弦の3322000002弦の33、はい、このメロディーを Dm を弾きながら弾くってことで、チャも入れながら、これかっこいいんですよ。はい、これぜひやってみてもらいたいな。これが
フレーズ1なんですけど、この後ね、またフレーズ2っていうのが出てくるんで、まぁ、ちょっと順番を追っていきましょう。今のね、紅茶の美味しい喫茶店。次、塩絵お皿に、グッバイ、バイ、ダダダダ。これいいでしょ。もう一回、G7 で、白いお皿に、グッバイ、C から E7、ダダダダって Am なんで止めといて、2弦の0、3、4です。これ一瞬弦ですからね。白いお皿に、グッバイ、バイ、バイ。このタイミング難しいよ。これ次に入っていくから。そしてカップにってなってきますからね。ここがね、なかなか、悶絶ポイントでございます。そして、そこからも、続きますよ。そしてカップにハローの文字が、ここも、332200033。同じです。フレーズ1。で、次のバース。お茶を飲むたび、行ったり来たり。はい。次の Am のところで、このフレーズ2なんですけど、これ、全く Dm の時のフレーズ1と同じで、今度は Am を押さえて、1弦の0033220002弦の33やるだけです。お茶を飲むたび行ったり来たり。これの方が簡単だ。Am は指1本しか押さえてないから。いい？Am 押さえたまんま、332200002弦の3フレットですよ。山盛りでしょ。ちょっと A メロやってみましょう。せーの。紅茶の美味しい喫茶店、白いお皿にグッバイ、来るよ、バイ。そしてカップにハローの文字がここ。お茶を飲むたび行ったり来たり。またここでいいんですよ。これ滑らかにやるのはちょっと練習必要かもしれないけど、かっこいいんで、ぜひじっくり取り組んでいってみてください。そして次はね、できることならですけど、この後半にもちょっとあります。できることなら、ここはね、何もない。生まれ変われる次です。私こんなチョッパン、かわいいチョッパン。ここツタンツタンでね、こんなチョッパン、かわいいチョッパン、決めですね。これチャを2回やるイメージ。ダンジャパチョッパン、ダンジャパチョッパン、感じですね。ここはね、結構イメージでいけんじゃないかな。そして、あとはですね、あなたは銀のスプーンで私の心をぐるぐる回すね。でてんてててててて、でててんてんてててて、たたたた。ここはイントロの後半のバージョンが、決めが入って、あと2番が始まるんですけど、こっからは今の説明と全く一緒ですから、伴奏は。歌詞が変わるだけでございます。なかなか面白い要素盛りだくさんじゃないですか。この、やっぱこの Dm を押さえながら、1弦の3、2と動かしていくところがちょっと難しいかなと。あと白いお皿にグッバイバイのところの、これ一瞬芸ですからね。白いお皿にグッバイバイ。これ結構ね、ガズさんは人差し指でこうやってやってますけどね。グッバイバイ、じゃ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 。これなかなかこの隙間にこの034入れるの難しいかもしれないんですけど、楽しんでやってくださいね、皆さん。はい。これができるようになるとね、なかなかね、できた時、やったーみたいな気分になって、次のところでミスるというね、おまけ付きですから、その辺もね、楽しんでください。そしてこの曲の楽しいところはこの時代感ですよね。紅茶の美味しい喫茶店とか、この頃のね、喫茶店のイメージっていうと、僕はね、タッチのね、みなみちゃんのね、おうち喫茶店だったじゃないですか。ああいうなんかほっこりしたね、なんかパステルカラーとか白が似合う喫茶店を思い出しちゃうんですよね。なんかね、歌詞の内容を見てみるとね、もうあなたは銀のスプーンで私の心をぐるぐる回す。素晴らしい歌詞じゃないですか。そのね、時代感というか胸キュンというか、もう80年代、70年代ですから、やっぱピュアですよね。なんかそのピュアな感じをですね、こう胸に抱きながら歌っていきましょう。さあやっていきますよ。ハローグッバイ、柏原芳恵さんやグネスちゃんでおなじみ昭和のアイドル名曲、やってみる、かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3。Thank you.
テンション上がりますよ皆さん。これ弾けるようになったらね、かなり楽しいんで、ちょっとじっくり練習してみてください。このフレーズとね、このね、ちょうどまたいいことに歌ってない時にこのフレーズが入るんですよ。だから皆さんいけると思います。私はまずはゆっくりやってみる、これがキーポイントになると思います。さあ皆さん、冒頭にもお伝えしましたけど、ただいまガズのウクレレたち販売と予約受付中でございます。やったー。今回からね、皆さん嬉しいことに、Gラボのウクレレ購入していただいた方には、 Gラボを購入特典として、あのラッピングサービスも行うことになってますんで、ぜひあのちょっといろいろ見てもらってね、即発送できるものとご予約いただくものがあるんですけど、見るだけでも見てください。最高品質のウクレレたくさんありますからね、ここチェックよろしくお願いします。お知らせです。11月の後半にですね、神戸でですね、ポップアップショップがオープンします。こんなような内容になってます。三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で、11月の26、27の土日、Gラボのポップアップショップが出店です。残念ながらその日はね、ガズはちょっとお伺いできないんですけれども、Gラボのウクレレを最後に呼び出しているね、あの、吉本さんという方がもう、まあ、あの、トップになってですね、もう皆さんをお迎えしております。いろんなウクレレを弾いて試してですね、もし気に入ったものがあればゲットできるということです。で、今回初めての企画なんですけど、ここで、三井アウトレットパークということで、ガズレレ Gラボ初のアウトレットウクレレ、ちょっと傷があるとか、木目がちょっとっていうものを集めて、もう品質はもうバッチリのものですけど、かなりね、リーズナブルなアウトレット価格で 30% オフぐらいの勢いで、出すということが決まっております。ぜひ関西方面の方、ウクレレ、Gラボのウクレレ触ってみたいなという方、11月26、27、三井アウトレットパークマリンピア神戸にお越しください。まあ、この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひ、あの、インストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で、あの、売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。